大将のギャンブル人生男道。はい、大将です。今日はですね、焼き鳥ジンジンさんに、お邪魔しました。ですね、小倉のね、足立インター降りたところとか、ドンキホーテの近くって言ったらわかるかな。提灯とかが目立ちますんでね、すぐわかると思います。お品書きですね。まあ、焼き鳥屋さんなんでね、串物はたくさんあります。ほんとね、どれも美味しいですね。後からね、紹介しますけどね、こんだけ種類があります。その他にもね、焼き魚とか、刺身はね、後で黒板に書いてるやつを紹介しますね。揚げ物、手羽先の唐揚げがマジでうまいです。で、ご飯物ですね。焼き鳥丼おすすめでございます。鉄板料理、いろいろありますね。焼きうどん、焼きそば、お好み焼きも美味しいです。一品料理とかもありますね。こんな感じになっております。こちらが飲み物。飲み物はね、もう普通にいろいろありますよ。焼酎からね、梅酒、ウイスキー、サワー、まあビール、カクテル、日本酒、ノンアル、あとジュースですね。いろいろ置いております。自分はしたことないですけどね、あの飲み放題コース的なやつもありますね。1階はカウンターと、ちょっとした、席が用意されてるんですが、2階が、座敷になってて、結構人数入れるんじゃないですかね。20人以上は入れると思います。お問い合わせしてください。カウンターの上にですね、黒板でですね、こうやってなんていうかな、日替わりっていうかな、日替わりとかおすすめメニューがこうやって書いてあります。サーロインステーキ、生姜焼き、牛タンステーキ、若鶏、骨付きもも、スパイス焼き、絶対うまいよねこれね。こんな感じになっております。こうですね、足立インターすぐそば、ほんとドンキの近くですね。もう調べればすぐわかると思います。ジンジンさんですね。毎週火曜日が定休日、うちと一緒ですね。魚所山下と同じ休みでございます。休みの日には行けないというねさあ、こちらが美味しそうですね。なんかね、ちょっとね、遠かったんでね、ちょっとズームにしたんで、ちょっと画質が悪いですけどね、こういうのをずーっと焼いてましたよ。はい、豚バラですね。まあ、うまいですね。安定の豚バラでございます。焼きたてはやっぱうまいですね。はい、こちらが柏、プリプリでございます。ね、最高ですね。これタレにしてみましたけどね。塩もいけるんではないでしょうか。はい、ぼんじり&ずりでございます。もう俺がもう好きなこの油のやつやね、ぼんじりね、プチプチして油がね、痛風にならんときゃいいけどね、あんたね。はい、皮ですね。皮も塩いけますね。まあ奥さんがタレが好きなんでね、まあタレで注文してみました。最高でございます。はい、俺が一番好きなやつ、はい、ハラミ、一番やばいやつ、痛風ね、大好きですね、これね、10本ぐらい食べたいですね、最高です、肉厚ですよ。はい、これも好きなやつ、はい、マルチョウでございます。もう絶対痛風になるよね、これね、毎週こんないいのばっかり食べたらね。ね、これうちの奥さんの好きなね、チーズスティックかな、もうカリッカリでね、中トロトロでございます。やげん軟骨か、もうね、歯ごたえバリバリ食べれますよ。ガリガリ言って食べてください。これ塩ですね、塩がうまいですね。そしてこちらがですね、超おすすめでございます。ビッグな手羽先でございます。これね、ちょっと写真で伝わるかな、めちゃくちゃでかいですよ。これ4本入って700何百ね、めっちゃ安い。もうね、一度食べてほしいね、ぜひ注文してください。でね、兄ちゃんのとこはね、焼きそば、焼きうどん、お好み焼きとかね、こういうのもうまいんですよ。
ほんと、その辺の焼きそば屋さんより全然うまい。ちょっとね、ひた風というかね、ちょっとパリッパリッとしてね、最高ですね。目玉焼きもついております。ね、パーッと焼き鳥焼きながらね、横の鉄板でさーっと作っておりますよ。すごいね、ほぼほぼ一人で作ってますもんね。おすすめでございます。頼んでみてください。はい、こちらは何やったかね、これ。あ、おかわりやね。おかわりの鶏皮と柏か。で、隣が、粗挽きウインナーとつくね。ウインナーもでかいっすね。つくねもね、マジうまいっすよ。はい、大将。さあ、大将が、粗挽きウインナーを持って、はい、いただきます。はい、いただきます。ちゃんとね、いただきますしてね。俺のスティックス寝たー大好きなネタですね、これね。俺のスティックス、ね、いいか、俺の2回目俺のスティックス一人で受けております。大好きな下ネタをぶち込んでおります。大将、これは絶対言いますね、これね。美味しいね、完全に美味しいですよね、これね。粗挽きウインナーうまいっすよね、塩でね。つくね行ってみましょうね。俺のつくねボールな、流行っとんそれ下ネタぶっ込んでいきます。俺のスティックス&ボール、ね、これね、絶好調でございます。最初、ね、これとも食いですね。美味しいとも食いしてますよ。あ、痛い、あ、痛いちよ大将一滴も飲んでないんですが、絶好調でございますね。はい、焼き鳥丼、これね、好きなね、焼き鳥を選んでね、まあ4個でも5個でも選んでね、それをね、丼にしてくれます。もう締めはこちらでございます。おにぎりとかね、お茶漬けとかもありますけど、俺は大概これを、下にね、キャベツ、マヨネーズ、最高でございます。ぜひ自分の好きなね、焼き鳥で食べてみてください。ごちそうさまでした。はーい、兄ちゃんとね、最後はね、表でね、ちょっと動画を撮らせてもらいました。すごい優しくてね、いい兄ちゃんですよ。ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。